おはようございます。お疲れ様です。ハスピ同窓の方ならしです。お疲れ様です。また久しぶりに飲んだんですよ。あ、またマネージャーの、元オフィス来たのの、マネージャーの、なんか、新藤さんから急に連絡来て、なんか、と飲むけど来ますかみたいな来たの、ああ、もう全然行きますよ、って言って、何日か前に、夜、行って、僕はね、なんか浅草なのよ、浅草の方に住んでるんで、浅草で。で、俺5分ぐらいちょっと遅刻しそうになっちゃって、ね、おごってもらえるから、遅刻良くないじゃん。ああ、やばい、遅刻だと思って、新藤さん、すいません、5分遅れます。こう、LINE 打って、ちょっと小走りでこう、向かってたら、新藤さんから連絡返ってこないのよね。返ってこないな、とか、まあでも急いで、バーってこう、ついて、指定のお店に行って、トッさんがいて、だから、もう一人、トースポの、方がいらっしゃって、お久しぶりです。あ、どうも、いや、久しぶりだね、したら、あれ、しんどくんはって言われて、いや、みんな帰ってこないですよね、って言って、したら、もう、全然そっから10分経っても15分経っても返信も何もないのよね。しんどさんが多分集めた回だからね。集めた回で、しんどくん来ないね、みたいな話したら、戸上さんも変わってないね、あれは本当に、みたいなことを言ってて、ようやく30分。1分後ぐらいに新藤さんが現れて、何してたんですかって、寝てたでしょ、いや、なんか電車に乗りすぎましてっていう、なんかよくわかんない答えが返ってきて、笑えないよく乗りすぎまして、その時も言ってたんだけど、もう本当にひどいんだって新藤さんって遅刻、なんか結構のトースポの人と新藤さん、割と仲良く、たまにご飯とか行ったりするんだけど、その時に、二人もなんだから、もう一人、新藤さんが、こう、女芸人、若い女芸人さんを連れてきたりするんだけど、それを、待ち合わせ場所があって、そこに行って、新藤さんとその女の子で来るわけじゃないわけよ。うわ、最悪。時間と場所を指定して、多分その女の子にもそうやって伝えてる。で、新藤さん遅れてくるわけよね。と、そのわけわかんない、話したこともない二十歳ぐらいの、かわいそう、女の子と30分ぐらい、うわかわいそう、誰だこの人はっていう時間が、うわうわ最悪だわ、もう何回もあるんだよ、勘弁してよみたいな、かわいそうすぎる、その女の子マジでかわいそうすぎるみたいなことを言ってて、だけどすごい楽しくて、いろいろ話して、終わって、その後なんか浅草の浅草寺お参りしていきましょうよとか言ってくれて、でもなんか本当にね、いい話してくれ、マッハもさ、俺は書くからと、もうなんかあったら言ってと、でもうキングオブコントとか決勝行ったらもう俺はマッハのこと書くからとか、もう、いやそうでしょ、だって単独ライブを書いてくれてたんだから、そう俺はキングオブコントは書いてくれてたずっと俺ずっとね、あんななんでもないライブとか、そうめっちゃいい人なのよ、無理やり、ね、ライジンが入った時だって書いてくれたしね、そうだからもうありがたいですね、運気を上げるためにさ、ちょっと戦争でお見舞いしてこようっつって、まあ、バカやもさ、うまくいくようにって言って、みんなでお祈りしてやって、おみくじ引こうよって言ったあれだったのね、で、新藤さんが引いたら、大吉だったの、めちゃくちゃいいことがあって、あ、いいねって言ったら、で、俺引いたら吉だったの、あ、いいっすねー、わ、いいよ、ちょっと、でもすごいいいこと書いてあって、きちっったら、今日だったのよね、で、あ、今日ってあるんすねって言って、見たら、本当にむちゃくちゃ書かれてて、大凶よりも悪い、大凶だよ、あれ、もはや、内容が、結構、ケイチケイジーズなんじゃない違ういや、似てるけどあ、本当や、ケイチケイジだったかな、そうじゃない、いや、ずっとケイチケイジって飲んでた、そんな、いや、違いますから、ちょっと読んだよ、これかわいそうになっちゃって、本当にへこんでたんだよね、嘆き、苦悩のみが重なり報われることは少ないでしょう、天に向かってお香を焚き上げるようにあなたの願いは届かないことでしょう、
聞いてるんですよ。あれこれと考え巡らすうちに長い年月が経ってしまうようです。時を待ちましょう。願い事叶いにくいでしょう。病気長引くけれども治るでしょう、うん、失いもの見つかりにくいでしょう。待ち人遅いでしょう。旅行悪いのでやめましょう。結婚、控えましょう。新居引っ越しだけかろうじていいでしょう。めちゃめちゃなんか へこんでてさ、帰りもこれはひどいな。なんだよこのおみくじって言われた。ひどいよ。俺らのことあんだけ祈ってくれたのに、ひどいおみくじ引いたっていうお話なんですけどもね、うん、で、新藤さんだけ大吉だったんだ。新藤さん大吉だったなって許せないな。ひどいでしょ、あの人の遅刻癖。一回治ったみたいなこと言ってたんだけどね、治ってないんだね、やっぱね。変わんないね、人間ってね。遅刻癖、うん、というか、もうだってそれじゃなくね、今の問題って、うん、その待ち合わせの仕方とかもダメじゃん、うん、そうだね。遅刻しようとしてんじゃん、それ。そうだね、そも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 がてか遅刻する人だっていう認識がないじゃん。そういうことするってことは。店で二人っきりにさしちゃう、はい。俺は遅刻する人だっていう反省があるんだったら、対策ができますよね、うん、普通ね、人間ってね、うんうん。反省があったら対策、うんうん。失敗があるから対策。失敗と思っていないってことですね。なるほど。だって多分最、ね、一回待ち合わせしてからだよな。そうだよね。恐ろしいね、それ。恐ろしい。すげえなと思って。気まず、めちゃくちゃ気まずいじゃん、それ。それ、普通に。女の子がかわいそうだ、俺。ああ。まだ、かろうじて嬉しいよ。若い。いや、嬉しい。まだ、まあまあまあ、まあね。利点ないかあるかって言ったら、まだあるよ。まあ、一応ね、まあ。その、二十歳ぐらいの若手芸人、女芸人からしたら、本当に。ファッてきたらね、知らないおじさんよね。うん。今日お願いします。トースポのなんちゃらとか言われて、トースポってから始まって本当やな、トースポって。いやもう信じらんない。いや本当にね、もう何年10年ぐらいして暴露されるぞ本当、インスタであの時強要されましたって。やめなさい、新藤さんに今強要って言葉使うんじゃないの。